はい、どうも皆さんこんにちは、むいけんです。パーフェクトクリアね、ピサロでしてきたんで、ノーデスでね一応いけたんで、その試合見ていきましょう。早速ねもう始まっちゃったんですけど、魔剣士ピサロの伝説級ですかね。一応マルチで行ってきました。こいつはねやっぱめんどくさいのは、今からやるマヌーサとか、あとはまあ行動停止とかがいろいろあるんですけど、この上がね、魔王級がさらにあるって考えるとね、ゾッとするんですけど、まあこれをねやっと倒してきた感じですね。今回ね、強い人が海賊の方がむちゃくちゃ強かったのかな。それでね助かった感じですね。じゃあちょっと試合の方ね見ていきましょうか。ちょっと私はねしょぼしょぼなんですけど、あれですよね、ソロバン系ですか、正義のソロバンかなんかをまあぶっ壊して、でそれでね、なんか600ぐらい食らうんですよね。400か600ぐらい食らうね、技があるんですけど、それがあればね、かなり有利にきますね。であとターンをまたぐとき色がね、HP の相手の今黄色と赤だと思うんですけど、その時はね、この一線が来るんですよね。まあそこだけ注意して、まあ、一戦がね結構ね100ぐらいは確実に食らうんでね、まあそこあたりですかね。あとは自己スラッシュがね、来るんで、自己スラッシュの時はね、守備初級かなんかをクリアするともらえる指輪みたいなのがあるんで、アクセはね、そのドルマ攻撃の耐性をつける。あとはその帽子、頭がね、このメタスラーのね、帽子をかぶるといいと思います。私もね一応かぶってはきてるんですけどね、まあそのね、2つはまあ必須かなという感じはしますけどね、もし持ってたら、ね、あ、じゃあ、ラストもうちょいですね。ね、もうこの真ん中のね、海賊の人と右のバトマスの2人がね超優秀でね、すごい助かってるんですけど、まあ、やっぱね弱いな自分ちょっと鍛えないとなって感じしますね。最後のね、一ターンというか色がねもうほぼなくなった、何色っていうんだよ、オレンジ色ぐらいになったらね、まあ道具がねこれ使えなくなるんですよね。まあそっからがね結構きついんで、まあねやっぱ火力が高い人、バトマスとか海賊とか、その辺がいないときついかな。まあなんとかねいった感じですね。まあ完全に他人のふんどしで戦った。はい、じゃあ、砲撃で終わりということで、一応ねノーダイスでこれが1回目か2回目ぐらいの討伐でしたかね。2回目ぐらいかな。で無事、倒すことができましたね。まあ基本ねレベル53なんで、しょっちゅうキックされますね。ねレベル上げとけよかったっていう話なんですけど、今回ね、鍵出るかなということで、結構ね食の鍵であったり古の道具鍵であったりね、いろいろ出るんですけど、まあ今回ねちょっと新しいピサロの鍵はね出なかったんですけどね。はい、というわけで、まあ守備メインかなんかで行ったかな、この時は守備のなんかご飯かなんかね食ってたかもしれないですね。はい、じゃあ一度も死なないでクリアということで、 なんとかねパーフェクトクリア。これで下ですね、ゾンビメール下、あーこれねパチャってキャプチャしたんでね。はい、じゃあ、そういうわけでね、無事なんとか勝てましたね。このあとね5回ぐらいトータル4回目か5回目ぐらいの時ね、無事ね、鍵をゲットすることができました。これね、いやよかったよかった。最後ちょっと死んじゃったんですけど、僕だけ別格低いんですけどね。はい、こんな感じで楽しくやってます。はい、失礼します。